サントリーホワイトはサントリースピリッツが製造しサントリー種類が販売するブレンデッドウイスキーの一つであるサントリーウイスキーの定番銘柄として白などの愛称を持ち1929年に発売された国産ウイスキー第一号としてその名を知られている2019年に発売開始から90周年を迎えた久し屋の創業者 鳥居新次郎は1907年に赤玉ポートワインを発売し、同社の土台を築き上げると、さらに事業の拡大を狙い、海外から入手した模造アルコールを、ブドウ使用の樽に入れて、長い期間を置いて寝かせると、熟成したウイスキーになることを知った鳥居は、新たな事業の立ち上げとして、ウイスキーを選ぶとともに、当時は未踏の国産ウイスキー製造に乗り出すことになった。 スコットランドで本場のスコッチウイスキーの製造を学んだ竹鶴正隆を招聘し、1924年よりウイスキーの製造を開始する。当時まだ規模の小さな用紙メーカーに過ぎなかったことぶき屋は、社外から多数の出資者より投資を受けていたこともあり、出資者に対して製造から販売まで時間がかかることを説明してはいたが、まだ原種の熟成度合いやブレンド等、 市場のニーズを十分把握できていなかった中で、資本投下ばかりが続き、出資者から収益が出ないことに批判が上がったこともあり、九百二十九年に、国産ウイスキー第一号となる製品を、サントリーシロフだと名付けて、出荷、販売される。鳥居が高額を払って招き入れた、アドライター、片岡敏郎の手による、サメよ人。すでに、諾来猛進の時代はされるよ、わずや人あれに。 国産志向の美酒サントリーウイスキーはあり、とのコピーが書かれた広告が全国紙に掲載されるなど、その宣伝展開ぶりが評判を呼ぶなどした。満を持たして発売された白札だったが、市場からの反応は、ピート州が強く、飲みにくいといった不評が多数を占め、とぶき合いは、白札の返品が相次いだ。国産ウイスキー第1号は見る影もなく、失敗に終わることになった。 鳥居と竹鶴はこの失敗にもめげずにこの一年後の1930年にブレンドを変えたレンカ版ウイスキーとしてサントリー赤札を発売するもこれも空振りに終わり赤札は製造中止となったこうした失敗におじけづくこともなくその失敗で得た経験を踏まえながら鳥居は竹鶴に長男鳥居義太郎をウイスキー製造の責任者として教育を任せるとともに 休むことなく原酒の仕込みを続けていく。ピートンの炊き方、上流の仕方など、試行錯誤を繰り返しながら、1932年には、サントリー10年ウイスキー閣便、1935年には、サントリー特格などのウイスキーを発売し、徐々に手応えをつかんでいく。そして1937年10月8日に、万を持たして発売された、サントリーウイスキー12年で、 ついに成功を手にするとともに、誰もが無理だと信じていた国産ウイスキー事業を成し遂げることになる。これとともに、かねてから発売されていた白札も、山崎上流所の原種が熟成されてきたことで、改良が進み、発売当初のピート州の強すぎた味から、甘みを感じさせないシャープでキリッとした味を基本としている。1962年に、佐治慶像が、 コトブキヤの二代目社長に就任し、サントリーに社名変更がなされた2年後、サントリーホワイトへと商品名が変わり、時代が移り変わってゆく中にあっても、カクビ瓶やオールドと同じく現在に至るまでサントリーの定番製品として存続し続けている。現行品過去に存在していた製品サントリーウイスキー白札復刻ラベル。ありがとうございます。